本日のスペシャル。本日のスペシャルでは、あ、こっちかな。本日のスペシャルでは、千歳くんはラムネ瓶の中7を 発売された著者ヒロム先生と、琥珀の秋0秒の旅を発売された著者八目芽衣先生のお二人にお越しいただきました。にぎやかに参りましょう。では先生方お願いします。視聴者の皆さんにご挨拶をお願いできますでしょうか。はい、千歳くんはラムネ瓶の中を書いておりますヒロムと申します。よろしくお願いします。お願いします。今月出す瞬間の琥珀の秋ゼロ秒の旅の著者八目芽衣と申します。はい、お願いします。ヒロム先生はですね、昨年4月の第116回にご出演いただいて以来1年4ヶ月ぶり、八目先生は2019年7月の第97回にご出演いただいてから約3年ぶりのご出演になります。私もちょっとね、お二人と初めましてなので、ぜひ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、もうコメントを見てたんですけど、先生2人ともおしゃれとかかっこいいなっていうコメントがめっちゃ来てますけれども。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかすごい確かにおしゃれですよね。なんかそういうの結構好きなんですか？そうですね。結構好きです。怒られると思ってなかった。本当です。ちなみに先生はバケハをかぶってますけど、帽子好きなんですか？あ、なんか最近買ったんで出るとおしゃれかなって、めっちゃ似合ってますね。ありがとうございます。なんか今またなんだろう、今まで来てくださった先生とまた違う雰囲気というか、すごい今日お話聞けて楽しみなので改めてよろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、お二人の先生を同時にお迎えして賑やかに行こうと思うんですけれども、ヒロム先生も八目先生も第13回小学館ライトノベル大賞を受賞され、2019年にデビューされた 同期組ということで、同期ということはやっぱ普段から仲がいいとかですか？そうですね、なんか同期でグループラインとか作ってて、なんかちょくちょくそこでやり取りしたりとか、あとまあ大体半年に1回、1年に2回ぐらい。そうですね、なんかこう、小学館とか香川で何かあるときは、たまに連絡取ったりとかするぐらいですね。あと、まあ、コロナになってからは、時々オンラインで飲み会したりとかって感じですね。最近連絡取った内容ってどんなのですか？一番最近は多分僕が八目さんに、はい、ガガガチャンネル一緒に出ようよってヒロム先生から言ってって編集部の人に言われてるみたいな。あ、その相談を。はい、先生はそれで何て返したんですか？あ、もう出ますって。出ます。え、じゃあ実際、過去は多分一人ずつですよね、過去出られた時は。そうですね、一人の時もあり、二人の時もあり、この二人っていうのはないです。初めて。あ、じゃあどうですか、今回二人で出られてみて。あ、まあなんかあんまり人前で喋るのが得意じゃなかったんですけど、はい、まあ、今回、まあ、ヒロムさんが同期で、まあ、ならばちょっと気楽にできるかなって思ったんで、ちょっと出会ってみようかなっていう感じですね。やりましょう。あ、ちょっと頑張ります。はい、じゃあ、2人でよろしくお願いします。はい、ちなみにですね、今月も新人賞受賞デビュー作の刊行が2作品あります。お二人ともライトノベル大賞を受賞されてデビューしたいわば先輩作家ということで、デビューされた先生たちに何か伝えたいことなどございますか？ガガガ文庫は、はい、まあ、本の後書きとかこういうガガガチャンネルとかでもなんとなく受けを取らなきゃいけないみたいな受けを空気があるんですけど、はい、一回そこに足を踏み入れちゃうと、こういうガガガチャンネルとかでとんでもない企画をやらされたりするので、確かに気をつけてください。僕らは割とそこから逃れてる意味です。なるほど。じゃあちょっと尖った作品とかを書くと、それっぽいことをガガガでやらされるということですか？
作品っていうよりも、はい、なんか後書きとかツイッターとかで、うんうん、あのいじってもいい扱いになるとすごいいじられるので、なるほど、そう、これは注意してください。あ、それは大事ですね。まあ、ただそれもキャラ付けなので、うん、あえてその道を行くというのならそれはもう止めません。あ、先生はそうにはならないぞと。僕は途中でこのまま行くとやばいと思ってフェードアウトしました。あ、シフト変更して、はい、あ、さすがですねではあの先生はどうですか。なんかすごい基礎的なアドバイスみたいになっちゃうんですけど、あの、はい、健康にだけ気をつけてもらったらそう、いや、ね、運動はあの本当に大事っていうのを、僕は結構あんまり体を動かすの好きじゃなかったんですけど、最近あのスイッチのフィットボクシング始めて、はい、それ以来なんか本当体の調子が良くなったんで、うん、あの本当にランニングでもなんか体は動かした方がいいです。マジで。わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあそのこれからデビューされる方たちはぜひ先生たちの言葉を聞いて、気をつけてください。はい、本日はですね、お二人の新作のご紹介に加え、企画コーナーではこの夏のビッグでスペシャルなトピックをお二人から直々にご紹介していただこうと思います。それではまずはひろむ先生、お願いいたします。千歳くんはラムネ瓶の中7のあらすじと見どころをご紹介していきたいと思います。1年5組ののぞみくれはです。よろしくお願いします。夏休みが明けて9月、富士高校祭に向けた準備が始まった。校外祭、体育祭、文化祭が連なる高校生活でもとびきり華やかなイベントだ。俺たちは青組の応援団に立候補し、グループパフォーマンスを披露する。縦割りチームで3年代表としてアスネーガ、そして1年からは陸上部のクレハが参加することになった。夏でも秋でもない淡いの季節、俺たちは時間と追いかけっこしながら穏やかな青に染まっていくというあらすじでございます。作たちがそれぞれの思いを抱えながら迎える高2の9月、秋といえば学校行事がね満載なので、その準備に取り掛かり始めるというところから7巻がスタートします。7巻のポイントの一つは高2の秋ということなんでしょうか。はい、夏休みが終わって、まあ、いわゆる体育祭とか文化祭に向けての、準備が進んでいくっていうことで、うんうん、まあ、やっぱり学祭って3年生になるとちょっと受験がちょっと見えてきて、あの心から楽しめなかったりとかもすると思うんで、はい、まあ、1回限りのその、高2の学祭に向けて、作たちがあのどんな風に青春をしていくのかっていうことを描いています。おー、なるほど。先生にとってのなんだろう、高2の秋の思い出とかありますか。あ、僕は部活をやっていたんですけど、その野球部だったんですけど、うん、その顧問の先生がめちゃめちゃ厳しかったので、はい、もう学祭で入る委員会とか指定されて、その先生が担当している委員会なんですけど、うん、自分のところの委員会に入ってた上で、それをサボらせて練習をやらされるっていう、そう、部活だったので、高1、高2の学祭は全然楽しめなかったですね。じゃ高3からは、高3はめちゃめちゃはっちゃけました。はっちゃけました？え、ちなみにどんなことしたんですか？まあそれこそ、体育祭の応援団だったりとか、あとは友達とバンド組んで文化祭でステージ出たりとか。青春ですね。めちゃめちゃもう3年分取り戻そうと思って。なるほど、ありがとうございます。はい、ではあの八目先生は。いやー、なんか特に何もなくて一応高2の秋に文化祭があったんですけど、はい、あのちょっと文化祭とか、うん、修学旅行とかっていうのが結構苦手な学生 で、はい、で文化祭の日も自由時間とかがすごい嫌だったんで、あの仮病を使って保健室で休んだよっていう。あ、そうだったんですね。ちょっとね、何もないですね。わかりました。でも私の、なんだろう、文化祭とかもうそんな感じだったので、ちょっと親近感が湧きます。あ、そうなんですね。いいですね。、
はい、また七巻ではですね、体育祭の応援団では色別に分かれて学年縦割りで応援団を結成します。はい、こちらはどうですか。そうですね、これはもうあらすじとかでもちょっと出てるので言っちゃっていいと思うんですけど、はい、3学年が、まあ、学祭ってやっぱその1、2、3年生が一緒に何かをするっていう学校の中ではかなり珍しいというか行事だと思うんですけど、うんうん、それで、今回はサクたちと、いつもはクラスが違って学年も違う、アスネ、西野アスカ先輩と、はい、でさらに1年生とも、一緒になって、その体育祭の準備とかっていくっていう感じになります。なるほど、ありがとうございます。高2の秋は学生生活を謳歌できるまさに青春ど真ん中シーズンです。そして何より気になるのがこちらの表紙の美少女でございます。はい、めちゃくちゃ可愛いんですけど、先生、これ七巻から登場する新キャラクターのぞみくれはでございます。こちら先生、紹介いただけますでしょうか。はい、これは今お伝えした、応援団で1年生として先たちと一緒に行動するようになった後輩の女の子で、うん、まあすごい明るい性格で、先輩たちともすぐに打ち解けて、うん、で、こう見えて結構器用で運動神経も良くて、はい、何でもそつなくこなせるっていうところも持っている後輩になります。おお、完璧ですね先生。ちなみに八目先生はどうですか。いや、可愛いと思います。でもこんな後輩女子いたら好きにならないわけないですよね。ああ、まあなんか好きにならないわけがないというより、はい、なんか嫌われないように必死になっちゃいそうですね。後ろ向きだな、全然。確かに、そうですね、七巻からはクレハも加わり、ますます賑やかになっていきます。また今回も人気ヒロインキャラたちの可愛いイラストが満載ということで、何枚かご紹介していきましょう。こちらです。はい、こちら4枚なんですけれども、こちらは先生ご紹介いただけますでしょうか。はい、体育祭の、応援団の準備を進めていくにあたって、はい、みんなで、ちょっと練習合宿みたいなのをやるんですけれども、うんうん、その時のシーンですね。で、まあ、合宿なのでちょっと今までにはあんまりなかった、ヒロイン同士の話であったりとか、うんうん、意外な一面とかが、見えたりすると思うので、楽しみに読んでいただければと思います。おお、ありがとうございます。あとですね、ヒロインの一人優子も大胆イメチェンすると伺ったんですけれども、めちゃくちゃいいんですよこれ。あ、なんか大胆にイメチェンしましたね。なんか結構ふわふわロング、そうですね、なったのが、今回セミロングとなって、なんかちょっとお姉さん感が増したというか、ちょっと色っぽいですよね。そうですね、うんうんうん、まあなんかこのひと夏を超えて結構いろんな出来事が作中であったんですけど、うんうん、はい、それを超えて、まあちょっと一回り大人になった雰囲気がよく出てるかなと。おお、なるほど。ところでですね、現在発売中の 6.5 巻を読んでいない場合は、こちらは読んだ方がいいんですか。これはマストで読んでください。マストで読んでほんとに、まあ、はい、結構そのラノベの点5巻って買わない主義の人もいらっしゃるとは思うんですけど、はい、ラノベ 6.5 巻に関しては、うんうん、まあ、一応短編集という形式は取ってるんですけど、はい、めちゃめちゃ後半に関わる話がいっぱい入ってるので、多分読んでないと普通に7巻ついていけなかったりするところがあると思うので、うんうん、もうほぼ本編のようなものだと思って読んでいただければなと。おお、なるほど。さっきから横で八目先生がうんうんってうなずいてたんですけど読まれてはいるんですか。あ、もちろんもう全部読ませていただいて。おお、さすがです。はい、ということなので皆さんぜひ 6.5 巻読んで7巻に入っていただければと思います。はい、サクたちの体育祭の応援団を含めた富士高校祭、そしてサクたちが抱える思いたちは一体どう動いていくのでしょうか。千歳くんはラムネ瓶の中7、本日発売です。続きまして、琥珀の秋0秒の旅のあらすじと見どころをご紹介していきましょう。修学旅行で函館を訪れていた内気な高校生麦野香也とは
世界の時が止まるという信じられない現象に見舞われる。自分以外のあらゆるものが静止した街で動けるのは彼一人かと思いきや、もう一人いた。地元の不良少女、イグマ・アキラ。二人で世界を動かす方法を模索していると、麦野は数日前に死んだ叔父の琥珀の世界という言葉を思い出す。世界の時が止まったことに関係しているかもしれないと思い立った二人は、時を動かす手がかりを求めて叔父の家がある東京を目指す。時が止まった世界の中、二人きりの旅が始まったということです。こちらが、発売している版でございます。八目先生の帰還作品、夏へのトンネル、さよならの出口を、こちらだ、こちら劇場、来月劇場公開ということで、はい、昨日の春で君を待つ、これら季節と時間がテーマとなった時と四季シリーズの3作品目にあたる作品だそうです。こちらは先生、ちょっと詳しくお聞きしてもいいですか？あ、はい、はい、まあその、まあ、さっき時と四季シリーズって言ってもらったように、うんうん、あの時間と季節をなんかコンセプトにしてて、その、はい、最初に出した夏へのトンネルだったら、浦島トンネルっていう、まあ、時間の流れが変わるトンネルが出てきて、はい、まあ、それはあの、まあ、竜宮城みたいに、なんだろう、中にいると外がすごい時間で進むというか、まあ、めちゃくちゃ中にいる間は薄く進むみたいな感じなんですね。でその2作目の、昨日の春、まあ、これがなんか時間がどんどん巻き戻っていくっていう、まあ、ギミックがあって、はい、まあ、その夏トンが早送りだったら、まあ、昨日の春は巻き戻しみたいな感じなんですよ。なるほど。で次に、まあ、今回の新作の琥珀の秋は、まあ、これも、まあ、そのまま時間が止まるっていうことで、まあ、停止をテーマにしてます。へー、ありがとうございます。このシリーズは先生、あの本先生は気づかれましたか？シリーズであることっていうことですか？はい、そうです。そうですね、あの2作目の木の春が出た時に、ああこれ式、あの春夏秋冬全部やるんだろうなって思いました。おお、なるほど。ということは新作のご紹介前なんですけれども、時間と冬もすでにこれ考えてますか？いや、何も決まってないです。でも今、夏、春、秋と来たらもう絶対次冬だろうっていうツッコミ待ちだと思うんですけど、あ、まあ、季節が決まってて、あ、季節以外何も決まってないっていう。へー、なるほど。だってもう時間の流れ、タイムスリップ、そして時間の止まりってなったら、あと何枚、何が残ってるんですか、時間。なんかツイッターで前、冬どうしようかなみたいなことを言ったら、いろんなこの予想してくれた方がいて、なんか真っ先に上がりそうなやつが、まあ、なかったんですよね、その中に。で多分今のとこ、まあ、それが有力かなって考えてて、まあ、まだちょっと全然変わる可能性あるんですけど、まあ、ちょっとここら辺はなんか楽しみに予想していただいたらなって感じですね。ということで皆さん、ぜひ楽しみにしていてください。ちなみにですね、琥珀の秋0秒の旅作中に帰還作品に関するネタが使われているそうです。こちらは先生、どんな ネタなんでしょうか？まあ本当に小ネタぐらいなんですけど、はい、この時と四季シリーズが、まあ、3作とも世界観を共有してて、なんでその夏へのトンネルに出てきた、なんだろう、怪異まあ、ものがその今回にも出てきたり、はい、その昨日の春の中の単語というか、そのなんだろう、現象みたいなのがどういうふうに秋で伝わってるのかみたいな、そういう、まあ、ちょっとしたネタがありますね。まあでもこれは本当になんかその2作を読んどかなきゃいけないっていうもんじゃなくて、本当に新作だけ読んでも大丈夫です。あ、わかりました。じゃあ読んでない方も読まれている方も両方楽しめるということですね。また本作はですね、季節と時間の不思議の中で合うボーイミーツガール要素、そして今回北海道から東京を目指すというロードムービー風の要素も先生がもともと好きなものであると伺いました。こちら先生好きなんですか？そうですね、なんか僕自身やっぱ旅行とかが好きで、なんか映画とかでもやっぱロードムービーとかっていうのは結構好きなジャンルの一つですね。なるほど。じゃあ函館は行かれたんですか？
そうですね、去年だっけ、まあ、ちょっとこの琥珀の秋を描く前にも行きましたね、はい、あ、そうなんですね。ちなみに行った先で一番良かったなとかおすすめできるところってありますか？函館の中ですか？いや、函館じゃなくて大丈夫です。あ、旅行、あ、国内とかだったら、はい、あの屋久島がすごい良かったですね。屋久島、なんかあの食べ物とかが美味しくて、やっぱ、うんうん、自然がすごいんで屋久島はおすすめです。ただ、うん、結構大変でしたね。結構体感的に富士山よりもしんどかったんで、屋久島行って縄文杉とか見たいっていうなら、あの富士山よりもきついことをちょっと覚悟しといた方がいいっすそう、でもそれに行かれる先生はすごいですね。いや、それはどうですかね。リングフィットのおかげとかですか？いや、それを買うはるか前なんで。あ、そうなんですか。あんまり関係ないっす。じゃあめちゃくちゃきつかったんじゃないですか？あー、訳しますかね、はい、いやー、まあなんかまだ10代の時だったんで、うん、まあしんどかったっすけど、はい、まあそんなめちゃくちゃきつかったってほどでもなかったっすかね。おー、なるほど。じゃあ屋久島に行かれたことない方はぜひ覚悟を持って行ってみてください。はい、そして旅を続けていくことで変わる人間関係もある。そんな旅に出る登場人物2名をご紹介していきましょう。まずヒロイン、イグマアキラです。うん、表紙になっている女の子ですね。イラストは今回もクッカ先生が担当されています。先生はちなみにクッカさんのイラストを見たときいかがでしたか？いや、もう、素晴らしい、本当に良かったです。うん、なんかあれですね、あの今までもそうなんですけど、なんかキャラクターのデザインとかでなんかリテイクっていうんですかね、なんかそういうのを全然出したことがなくて、本当に最初からピタッとこう、なんだろう、考えてるものが届くっていうか、うん、なんで今回も本当になんか初めての時に、あ、そうそう、この子ですみたいな感じになりましたね。なるほど。ちなみにこのイグマアキラはどんな性格のキャラクターなんでしょうか？まあちょっとなんか不良っぽい感じというか、うんうん、まあ、ちょっと気性の荒いところがあって、はい、まあ、根は優しい子なんですけど、まあ、ちょっとなんだろう、口が悪いとこがありますね。あー、なるほど。さっきもね、ちょっと朗読させていただいたんですけど、先生が目の前にいてすごい緊張したんですけどなんかあれですか、もうちょっとこう、もうちょっとオラオラしい感じのこのイメージですか？あー、なんかそうですね、なんかめちゃくちゃ警戒してる感じというか、うんうん、なるほど、一匹狼みたいな。あ、ズバリそうっすね。あ、なるほど。とてもやっぱ魅力的な女の子ですね。この、見た目のね、スカジャンを、制服にスカジャンを羽織ってて、なんか本当にヤンキーですって感じがしてとても魅力的で可愛い女子高生だなと思いますけど、ちなみに先生はこういう女子高生はどう思いますか？いやー、これはねなんだろう、なんか好きとかっていうよりもなんかね、はい、めちゃくちゃ気になっちゃうんですよね。なんか考えてることとか、なんでそうなっちゃったのみたいな。なんでそうなっちゃったの？え、なんでスカジャン羽織っちゃったのとかですか？なんか、なんだろう、そういう態度をする理由みたいなのが、すごい気になっちゃうんですよね。へえ、嫌われないようにするというよりは、ちょっと気になっちゃうなって感じですか、この子に。ああ、そうっすね。いや、こういう子に対しては嫌われないようにやっぱり、やっぱりそうなんです。ありがとうございます。じゃあ続きまして、主人公の麦野かやとです。うん、こちらはどんな性格のキャラクターなんでしょうか？まあこの麦野くんはこのヒロインのイグマさんとは結構対照的な性格で、まあ、本当に内気で言葉遣いとかもちょっと弱々してくる感じで、うん、まあそうですね、本当にちょっと繊細な子なんですよ。はい、そ
それぐらいですかね。あ、まあ、今回、まあ、修学旅行で、まあ、函館を行って、でその時にこのイグマさんと出会う感じですね。はい、このおとなしい男の子とちょっと不良っぽい女の子が織りなす、うん、なんだ化学反応みたいなものはちょっと気になりますね。はい、そして先ほどもねちょっとあのお話聞いたんですけど、先生は函館に行ったことがあるということだったんですけど、函館でじゃあおすすめってあったりしますか？おすすめ、はい、やっぱいろいろあるんですけど、うんうん、食べ物が美味しいです。お、海鮮が。ちなみに何のですか？やっぱイカが名物ですね。イカ、うん、あの朝市っていうのがあって、はい、そこであの海鮮丼とかいっぱい出してる店あるんですけど、うん、まあ、どこに行っても美味しいので、その函館に行ったら、まあ、朝市で海鮮丼食べとけばもうノルマは大丈夫です。おー、なるほど、函館でイカということでありがとうございます。ちなみにですね、は、八木先生は函館を行かれたことありますか？あ、違う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 、ヒロム先生だ。ヒロム先生はありますか？失礼しました。函館はないですね。おー、うん、なんかいつか行ってみたいなとは思います。まだ行ったことはないです。お、ちなみにお二人で旅行とか行かれたことありますか？旅行はないですね。旅行はないですね。飲みに行くぐらいぐらいですね。おー、なるほど。じゃあいつかちょっとロケ班じゃないですけど、そういう機会もあったりするのはどうだろうね。なんか八木さん一人旅の方が好きそうじゃないキャラです確かに1日ぐらいは一緒にいいけど、ね、2日以上一緒にいるとちょっと嫌になってくる、ね、あすごいですね。だいたいそうかもやっぱ同期ならではでお互いのことを知ってるということで。ちなみにですね、こちら修学旅行を、テーマにしておりますが、あの先生方は修学旅行はどこに行かれましたか？高校の時は、うん、北海道だったんですけど、すごいちょっと修学旅行苦手というか、あまりそうだった。そう、ちょっとなんか本当にスキーしたことは覚えてるんですけど、それ以外の記憶がほとんどないんですよね。なるほど、ありがとうございます。ヒロム先生はどうでしたか？僕はなんかちょっと地味だったんですけど、うんうん、九州四国でしたね。おお、九州四国。なんかその当時高校生の頃って大体みんな北海道か沖縄かちょっと地図とかだと中国とかっていうのが多かったんですけど、なぜかうちはすごい地味になんか山口のあたりとか回ってました。へえ、そこで思い出などありますか？よかったなとか。あ、なんかね、全部のバスにバスガイドさんがついたんですけど、はい、僕たちのクラスのバスガイドさんだけめちゃめちゃ可愛かったの。うわ最高じゃないですか。男子がすごいみんなではしゃいでたのを覚えてます。うわ、最高の夏、なんだっけ、修学旅行でしたね。はい、はい、ありがとうございます。修学旅行もね、高校生にとって一大イベントなので、そんな中で時間の停止という状況に巻き込まれてしまうわけです。また時間が停止する世界で描写もかなりこだわって考えられたそうなので、こちらも聞きたいと思います。八木先生、お願いします。はい、まあ、時間が止まるっていう設定なんですけど、まあ、実際時間が止まるっていうこと自体がやっぱ科学的にありえなくて、まあ、その時間が止まったら、まあ、大体その物が止まるっていうのもそうなんですけど、まあ、運動とかも止まっちゃうんで、なんか光とかっていうのも何だろう、光子の働きとかも止めちゃうんで、実際物とかも、まあ、見えないのが普通というか、まあなんか科学的に無理やり考えたらそうなんですね、はい、っていう、まあ、やっぱ時間が止まってるとこう結構いろんな制約とかがあったりして、はい、まあ、ただその、まあ、結構いろんな作中で法則とかもあって、ちょっとそこら辺は結構その担当さんとかもこれどうすかねみたいなことを考えながら、まあ、練っていった感じですね。なるほど、ありがとうございます。例えばなんですけれども、作中でこんなことは、どうなるか聞いてみたいのですが、自転車や自動車は乗れるのか。これはなんかイメージとしての話なんですけど、この、まあ、主人公と、まあ、ヒロインの岩さんは、まあ、時間が止まった世界の中で、
まあくまでイメージなんですけど、なんか目に見えないオーラみたいなのをまとってる感じで、なんかそれに巻き込まれてるものはその時間停止の影響を受けないんですね。まあ、例えばなんか携帯とか普通に手に持って触ってたら操作できるんですけど、なんかそれを投げたらなんか空中で停止しちゃうんですよ。で自転車とか自動車っていうのはそのちょっとオーラの範囲が届かないんで、まあ、乗っても、まあ、自動車だったらまずエンジンがかかんないし、まあ、自転車だったらその慣性の法則が働かなくてなんかずっと坂道登ってるようなそういう感じになるかなっていう考察を、まあ、ちょっとしてますね。だから歩きの3倍は疲れるって言ってるんですね。そうなんですよ、はい、おなるほど。ではカップラーメンとかそういうご飯系は作れたりするんですか？まあ、これもまあ、カップラーメンにお湯を注ぐことはできるんですけど、まあ、それをなんかテーブルとかに置いて待っててもなんか時間がそこだけ止まってるんで、あのどれだけ待っても完成はしないんですよ。へえ、まあ、ただなんかそのカップラーメンをなんだろう抱えたりとかしてたら、まあ、できるかもしれないっていう感じですね。人肌の温度で、あ、いや、なんかそのオーラの範囲に入って、あ、そうそういうことか、面白い。じゃあ逆にこう濡らしたタオルとかって乾くんですか？あ、これもそのなんだろう物干し竿とかに適当に干してても乾かないんですけど、うん、なんというかこう、まあ、ちょっと手に持ってたりとか、まあ、首に下げたりとかしてたら、まあ、いずれ乾くだろうみたいな感じですね。それはオーラ。あ、そうですね。なんか体のちょっと周囲だけ時間の停止の影響を受けないんで、なんか密着しとったら大丈夫です。おー、ありがとうございます。うん、なんか綿密に世界設定をこう考えられていてさすごいなと思います。はい、ちなみに先生方はもし今時間が止まってしまってたった一人で過ごすことになったとしたらどう過ごしたいですか？あー、そうですね。なんか絶対普段は入れないようなところに行ってみたりしたいですね。入れないところって、なんか東京タワーの先っちょの方とかっていう、なんかそうちょっとなんか警備がなんかめちゃくちゃ厳しいところとか、なんかそういうとこっすね。ああ、確かに気になりますよね、そういうところ。あ、じゃあヒロム先生は、これ真面目に考えたんですけど、はい、締め切りも編集者もいない世界でチラ胸を最後まで書いちゃう。おなるほど、やっぱり周りの音はない方がいいですね。そう、締め切りのない世界で書いちゃいたい。最後まで。いや、素晴らしい。なるほど。時間が進んだ時はもう、お、完成してますって言えますもんね。そうしたい。わあ、めっちゃいいですね。あ、いい。私はそうですね、やっぱりなんか八木先生と同じなんか人間も感じるんですけど、私もなんかなんだろういけないことしたいですね。なんかダメだよって言われてるやつをやりたいなって思います。うん、なんかガラス割ったりとかダメな程度が可愛い。ですかね、そんな、はい、なんか男湯とかに入ってみたいとか。あ、なるほど。そんな、うん、感じですね。はい、じゃあちょっと話は戻りまして、時の停止した、世界でたった2人だけ動け、出会ったカヤトとアキラは共に東京を目指すことに。どんな旅になり、どんなトラブルが待ち受けているのか、そして時が止まってしまった謎は解けるのでしょうか。琥珀の秋0秒の旅、本日発売です。さて、ここでですね、お二人の先生にちなんだ企画をご用意しました。今回はお二人とも作品に関するビッグニュースを抱えてきていただいて、抱えてきていただいたので、お二人の口からおすすめのポイントを直接ご紹介していただこうと思いますよ。題して、ガガガ文庫メディアミックスニュース超拡大版です。まずはヒロム先生からです。トピックはこちら、チラムネ福井コラボ第2弾、チラムネの夏開催です。はい、こちら今
今年2月から4月に作品の舞台である福井市とのチラムネ福井コラボが開催され大好評を博しましたが、この度2022年チラムネの季節である夏にコラボレーションキャンペーン第2弾が明日8月19日から再び開催されます。今回は 大ボリュームの謎解きイベントをご用意、またレームズ先生による書き下ろしイラストほか度肝を抜く企画がいくつも用意されているそうです。主な開催内容はこちらの通りです。リアルの福井市を舞台に周遊イベントを開催、オリジナルコラボポスターを追加作成、各所に掲示、イベントガイドブックや聖地巡礼マップが舞台巡りをサポート、作品に登場する店舗に寄り道しよう、ショップコラボ、フェニックスプラザでチラムネのイラストと福井カメラ部の写真が展示、聖地エルパアピタで特大キャンペーンが開催、チラムネ福井オリジナルグッズ第2弾、市内の公共交通、これは京福ですかね、京福バス、越前鉄道、福井鉄道の車内、車両内にオリジナルイベントポスターを掲示と、もうすごい盛りだくさんなんですけれども、こちらチラムネの聖地でもある福井市の観光スポット、商業施設、交通機関などと大々的なコラボイベントにもなっているんですけれども、先生こちらのコラボ内容を初めて聞かれた時いかがでしたか？いや、これ褒め言葉として福井の人たち本気で頭おかしいんじゃないかと思いました大ヒットアニメのタイアップする このボリュームは、いやいや、もうそれほど福井の方たちは嬉しいんですよ先生。いや、そう思ってもらえるならね、本当ありがたいなと思います。ちなみに先生は福井には行かれましたか？あ、もちろん前回のコラボ期間にも来ましたし、はい、まあ、そもそもが実家があるので年に何回か帰ってたりしてます。あの今回のは、明日から始まるのでまだあったんですけれども、でも行かれる予定はあります。一応ちょっと今まだ発売直後でバタバタしてるので、はい、あの原作組はあの来月あたりにどっかであの行こうかなと思ってます。おー、なるほど。今日はですね、こちらの中から先生が特に押さえてもらいたいポイントを3点ほどピックアップし紹介してもらいたいと思います。まず一つ目のポイントはこちら。お、こちら先生フリップありますね、はい、おし、出てくるのかと、ぜひフリップに書いてご提示いただければと思います。いや、こんなの押さえてもらいたいポイントだって全部でしょ、もう選べないよ。あ、コメントで市長が出てきそうってありますけど福井の市長さんとは先生はお目にかかったこととかはないです。もう、じゃあいつか。あ、でもコメントでアニメ化したらどうなってしまうんだとかありますよ。聖地になるのは嬉しいよねとか。確かに。いや、福井もなんか自分の地元がこうやって盛り上がるっていうのは嬉しいですしね。お、書きましたか先生？はい、お、じゃあぜひお願いします。はい、一つ目は、レームズさん書き下ろしイラストです。おお、なるほど。先生、これどういうことでしょうか？はい、前回のコラボの時には、このラノを撮った時のイラストかなを使ってあのいろいろ展開していたんですけれども、今回はこの福井コラボのためだけにあの全ヒロイン と、あとは作のイラストをこのコラボのためにあの全て書き下ろししてもらいました。うわー、わ、今出てますけど、はい、うわー、これ実際にあるところですよね？そうです。うわー、やばで、ヒロインたちは一応まあ、7から80年代ぐらいのシティポップ風なちょっとレトロっぽいあの服装なんかを意識して描いていただいて、はい、でこれは本当に実際にチラムネの舞台として出てくるところだったりっていう写真と合わせてっていうのが全12種類ポスターがあります。へえ、すごい。え、もう聖地巡礼行ってこのポーズして撮りたいですもん。ああ、いいっすね。いやー、うわ、めっちゃ豪華ですね。はい、じゃあ先生まだまだありますよね、注目してほしいポイント。はい、お、ちょっと待って、これはこれはグッズも、この福井コラボの
ためのグッズが、その書き下ろしイラストを使ったグッズがたくさんこうアクスターとか、うんうん、缶バッジとかフォトフレームとかいろいろ出るので、あのこれもぜひ楽しみにしていただければ。わーかわいい。またお洋服がいいですね。ちょっとレトロな感じかわいい。これはみんな行きたくなってるんじゃない、もう福井にね。もうね、ツイッター見てると結構今日からも入ってる子たちもいるみたいですね。お、じゃあお泊まりして朝一から回っていくってことなんですかね。うわ、何その楽しいこと、いいな、羨ましい、うん、ちなみにどうですか、八木先生は。ん、あ、福井ですか。はい、福井は行かれたことありますか。あ、あります。これはプライベートで行きましたね。あの海鮮が美味しかったです。あ、海鮮が美味しかった。LINE くれたよね、今福井にいる。へー、仲いいですね。ありがとうございます。あ、はい、書き終えましたか。はい、お、じゃあお願いします。はい、2つ目のポイントは謎解きイベントです。おー、なるほど。今回謎解きは初めてですか。そうですね、あれ初めてでしょ、前回謎解きしてないでしょ、ね、お、初めて。で結構これが今回のコラボ、まあ一つ大きな遊びというか、うんうん、になってるんですけれども、まあ市内の3カ所ぐらいかなとかでちょっとした問題を解いていって、で全部クリアすると、はい、オリジナルの景品、ちょっと端っこに映ってますけどスネーの、キーホルダーがもらえるっていう。こんなの欲しすぎる。ただこれ事前に僕も見てるんですけど問題とか、はい、かなり難易度高いので、お困ったら多分他に聖地巡礼してる人だとか、あとは、握手っていう書店さんのスタッフさんとかに、はい、助けを求めてください。お、なるほど。そうするとヒントが多分もらえると思います。お、なるほど。これは超有益な情報じゃないですか。多分ツイッターで困ってることをつぶやけば、うんうん、きっと誰かが助けてくれると思います。お、ということなので、明日参加される方はぜひ、楽しんでください。それでは最後の、先生の押さえてほしいポイントお願いします。はい、ちなみに海鮮は何食べたんですか。福井で何食べたっけ。じゃあ、はい、あ海鮮じゃなくて八番ラーメン食べましたね。あ、八幡ラーメン。そう、チラムネの出てくる福井の名物だと思うんですけど、はい、八幡ラーメンっていうとこのラーメンを食べて、はい、美味しかったですね。わー、これはもうみんな行くでしょ。あ、コメントでしっかりチェックしてる。あ、なるほど。お、先生かかりました。はい、お、じゃあ最後のおすすめポイントこちらです。はい、聖地エルパの本気。おー、エルパっていう、はい、福井って今イオンがないんですね。うんうん、その代わりにエルパっていうショッピングモールがあって、まあ、福井の人が週末になると大体みんなそこで買い物をするっていうところで、チラムネにも出てくるんですけれども、そこがもう、まあ、福井の人の中でも一番熱量が高くてやばい方がいらっしゃって、はい、でその人が全面的にこのチラムネのことをバックアップして応援してくださっていて、今回も、すごいすごいものができました。お、あ、この写真ですね。はい、これはですね、どういうことですかこれ。通称圧倒寝台パネルっていうやつなんですけど、へー、左にある集合カットの方は、はい、前回のコラボの時に作っていただいたんですね。はい、でそれでさえすごいねすごいねって言ってたのに、うんうん、今回はそれを超える全長8メートルのタペストリーを5人分。なんだ、飾ってるんですか。あれ実際にタペストリーが、この甲子園とかの学校でよくある。そうあれがこのエルパに。そうなんです。すごくないですか。本当にここ福井の人だったらみんな来るような場所なんで、そこにドンともうジャックしていただいて、うわ、これ行かなきゃじゃないですか先生、マジで。いや行きます絶対。めっちゃすごい。
コメント本気すぎる。これが一番びっくりしました。大丈夫かなあの人って本当に思いました。聞いた時に8メートルってまた圧巻でしょうね。それがあの5個もすごいな。いや先生嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しいですね。これはファンもねめちゃくちゃ嬉しいんで、ぜひ明日からのコラボ皆さん楽しんでください。あ、これが切り取られてない絵ですね。あ、そうですね。で、あのさらにこのエルパさんは、はい、他にもいろいろ面白いことをやってくれていて、そのうちの一つがあのラッピングバスって言って、ラッピングバス、はい、あの要はエルパからと福井駅をつないでいるバスがあるんですね、エルパさんの、はい、で前回もそれにこのヒロインのイラストをラッピングしてくれたんですけど、うんうん、あの今回もあの同じようにこのラッピングをしていただけるんですけど、3台あるバス3つともなんか構図とか変えてくれて、そうなんです。でそれが3台こうあの福井市内を行き来するという感じになるので、ぜひ見つけたら写真撮るなり、なりして楽しんでいただければなと思います。うわーすごい、もう愛が詰まったわコラボですね。いや八目先生このコラボどうですか。いやすごいですね。なんか社会現象みたいな。本当ですよね。これもうマジでアニメ化したらもっとすごいじゃないかって思って、すごいワクワクしちゃいますね。はい、ありがとうございます。こちらチラムネ福井コラボは10月30日まで開催される予定です。この機会に視聴者の皆さんも福井を訪れてみてはいかがでしょうか。続きまして八目先生のトピックです。劇場版夏へのトンネルさよならの出口、9月9日公開。まもなく公開を控える、夏へのトンネルさよならの出口、本日は新着ニュースを含め改めて劇場版夏トンの見どころポイントをご紹介したいと思います。まず今週解禁されたばかりの劇場版夏へのトンネルさよならの出口、最新予告映像がありますのでご覧いただきましょう。どうぞ。傘使う？夢じゃない、浦島トンネルだ。すごい。何ここ。中と外で時間の隅がまるで違うトンネルか。遠野くん。何？私と手を組まない？私も欲しいものがあるの。遠野くんにも欲しいものがある。目的が同じなら二人でこのトンネルを攻略した方が何かと都合がいいでしょ。最近お前花城とよく一緒にいるよな。付き合ってんの？断じて違う。何様のつもり？お兄ちゃんは欲しいものってある？僕は浦島トンネルより怖く見えるかな。遠野くんの欲しいものって。用意どんでいくよ。時間だ花城、戻ろう。そんなの置いてない。これを置いていけない。全部お前のせいだろ。このトンネルは世界を断絶しているんだって。結婚は8月2日。本当はまだ迷ってるんだろ。私は遠野くん。話しろ。僕は君に伝えたいことがあるんだ。夏へのトンネルさよならの出口。八目先生のデビュー作で時と四季シリーズの第一弾でもある本作ですが、映画化が決定した際先生はどのようなお気持ちでしたか。あ、いや本当になんか現実感がなくて、そうなんか映画化って知らされた時もなんか本当になんか冗談なのかなっていうか、ちょっとなかなか信じられることができなかったんですけど、最近ようやくなんか現実味が、はい、増してきたというか、やっと感じられるようになってきましたね。いやデビュー作で映画化ってこれあるなかなかないことなんじゃないですか。いや、まあるといえばある。ちなみにこのなんだろう、映画化するよということはご家族には知らせたりは。あ、もうそうですね、さすがにもう、はい、まあ、映画化っていうのは公式でも発表されてるんで、あ、普通に言ってますね。あ、なんてあのメッセージとかいただきました？なんか、あ、ほんまかっていう感じ。へ、そんな。
公開されたら行くよとかは。ああ、そうですね。なんかなんか僕のおばあちゃんが結構熱烈に地元で宣伝してくれてますね。おお、嬉しい。じゃあもう公開が待ちきれないですね、来月が。楽しみですね。はい、ありがとうございます。最新予告映像では綺麗な映像とともにね、エイルさんが歌う主題歌フィナーレが流れていましたが、主題歌を聞かれた時はどう思われましたか？ああ、そうですね、やっぱすごいなんかもうまっすぐなラブソングだなって思って、結構その熱いのトンネルの主人公とヒロインがちょっとなんだろう、コミュニケーションが下手な感じなんで、なんかその2人が本当に思ってることがなんかこの歌でしっかり歌詞にされてるのかなって思いましたね。おー、なるほど。また本日はですね、恋の出演を務める遠野薫役鈴鹿央士さん、花城杏子役飯豊まりえさんのお二人から、なんとガガガチャンネルへ向けてスペシャルメッセージをいただいていますので、こちらもご紹介します。どうぞ。ガガガチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。遠野薫役鈴鹿央士です。花城杏子役飯豊まりえです。ガガガチャンネルということで、原作ファンの視聴者の方もたくさんいらっしゃると思います、はい、僕この作品を読んで、こう夏を表現するこう美しい描写で、すごい綺麗な風景が僕の頭の中に浮かんできたんです、たくさん。飯豊さん、はい、どうでした？なんかこう映画の中には描かれてない、その遠野くんと杏子ちゃんの会話が濃密で、なんかそこにも原作を読んだら、こうその後の会話だったりとか、その映画には描かれてなかった言葉もたくさん入ってるので、すごく見応えがあるんじゃないかなと感じました、はい、うん、おすすめです。おすすめです。そんな僕たちが出演する劇場アニメ夏へのトンネルさよならの出口は9月9日より公開です。美しい風景とともに描かれる薫と杏子のひと夏の物語の行方をぜひ劇場で見届けてください。公開をお楽しみに。ということで、いやー、樹木先生いかがですか？いや、ありがたいですね。本当にお二人ともアフレコにちょっと見学させてもらったんですけど、はい、すごい熱心に演じていただいて、なんかもう本当にキャラとしても合ってると思うんで、なんか本当にいろんな人に見てもらえたらなって思いますね。はい、ありがとうございます。見るのがますます楽しみになってきましたね。はい。さて、そんな劇場版夏トンなんですが、今日はこちらの中から先生が皆さんにぜひ見てもらいたいおすすめの見どころポイントを3点ほどピックアップし紹介してもらいたいと思います。ということで先生お願いします。ちなみにどうですか先生、なんか自分がもしあの作品が映画化したらとかアニメ化したらとか考えるときはありますか？いや、それはありますね、やっぱり。でもやっぱ、普段からやっぱり映画僕も好きだったりするので、はい、その同期の八木さんの作品がその劇場で見れるっていうのはすごい楽しみですね。羨ましくもありますね。確かに。じゃあ来月は必ず行きますね、絶対。おお、ありがとうございます。あ、八木先生書きましたか？はい、はい、ではお願いします。演出です。おー、演出、これはどんなあれですか、どういうことなんでしょうか？監督が田口監督という方なんですけど、はい、今回の映画アニメ映画なんですけど、結構見てもらったら、ここら辺分かってくれる方もいるんじゃないかなとは思うんですけど、結構なんか実写映画っぽいテイストがあって、なんか間の取り方とか、なんかそのカメラワークとか、なんかそういうところに結構なんか違うぞっていう感じがあるというか、なんかすごい全体的に静かな作品なんですけど、はい、なんかそれでなんかこの作品にしかない空気感みたいなのがすごい出てるので、やっぱそういうなんかこの画面の見せ方とか、あと天気とか、なんかそのなんでしょうね、表情とかに出る心情とか、なんかそういうところを見てもらいたいなって思います。おー、なるほど、ありがとうございます。では2つ目お願いします。はい、
いやなんかこういうの先生の口がやっぱ直接聞けるのは貴重ですね。うん、うん、より楽しみになるというか。ちなみにあの八木先生とひろむ先生は普段どんな話するんですか。どんな話、どうだろうな。でもなんかこう飲み会の時だったりとかになるとやっぱりお互いの作品の話だったりが多いですかね。まあ感想を言い合ったりだとか、しんどかった話共有したりとかっていうのが多いかな。そうですね、なんか感想とかやったりとか、まだ何ページしか書けてなくてやばいってこの間の飲み会の時は言ってそうっすじゃやっぱり仕事の話が多いんですかね。が多いですかね、なんだかんだで。あとはなんか最近見た面白かったものの話とかですかね。じゃああんまりプライベートの話をお互いされないってこともない。あ、確かにあんましない。しないかもね、うん、お、そうなんだ。ありがとうございます先生書けましたか。書けました。はい、じゃあ2つ目お願いします。はい、映像美。映像美、おお、こちらどういうことでしょうか。あ、これは PV 見れば分かると思うんですけど、やっぱ絵がいいんですよ。とにかく確かに綺麗、うん、そう、すごい綺麗で、まあ、これはなんか僕が言うよりも、まあ、PV 見てもらった方が早いと思うんですけど、まあ、本当になんか画面の明るさとか、結構その本当に空の色とか、うんうん、本当になんかこれ作中がちょっと一昔前なんですけど、はい、なんかその当時の時代感とかがすごい丁寧に再現されてて、なんかガラケーとかも出てくるんですけど、なんかそういうすごい細かいところまでこだわって作ってもらってるんで、もう本当になんか端から端まで見てほしいですね。おお、なるほど、ありがとうございます。では最後お願いします。PV でも綺麗だなと思いましたもんね、先生。めちゃくちゃいいですね。うん、もうあれ見ただけで、あ、絶対これ面白いって思いましたね、最初に見た時。引きつけられますよね。やっぱその夏冬の作品の世界観にすごく合ってると思いましたね。はい、演出、映像美ときたら最後は何になるのか気になります。お、書けましたか。はい、はい、では最後お願いします。最後、音楽。音楽、なるほど、先生お願いします。はい、まあそのエイルさんの歌もすごいんですけど、うん、音楽を担当されてるなんか風紀晴美さんという方のやっぱ BGM がすごい良くて、なんか作品にやっぱマッチしてるんですよね。うんうん、やっぱさっきも言ったように結構全体的に静かな映画なんですけど、まあ、その中で本当になんかそのちょっと寂しげなメロディーだったりとか、そのトンネルの中に入ったら、まあ、ちょっとなんだろう、ドキドキするような、うん、本当にそういう緩急とかがすごくて、なんか本当音楽だけ聴いててもなんか作品の世界に浸れるんじゃないかなと思いますね。おー、なるほど、ありがとうございます。でもみんなもすごい気になっていると思うんですけれども、ちょっと台本でひろむ先生も完成披露試写会でご覧になっているって書いてるんですけど、先生見たんですか。はい、実は見てたんだ一足先に。どうでした。いやでも本当に、うん、まあ、今八木さんが言った、演出、映像、音楽とか全部含めて、はい、まあ、本当にもう夏映画に欲しいものが全部詰まってるなと思う作品でしたね。なるほど。え、ちなみにその、なんて言うんだろう、感想は樹木さんにはお伝えは。あ、でもなんだかんだ今が初めて、もしかして。あ、確かに。でも良かったよっては言ったよね。なんかさっきの控え室とかちょっと小学館でも軽く感想を語り合って。確かに、確かに、うん、まあ、なんかこれからしっかり語り合えたらいいっすね。うわー、なんかいいですね。同期ってそれだけで特別ですもんね。いや、やっぱ特別ですね。なんかずっとね、なんか形は違う。僕はずっとシリーズもの描いてるし、八木さんはこういう短歌もの描きながらだけど、なんかお互いにまだ生き残ってるのが、うんうん、そうですね、うん、なんか隣を見たらすぐ、まあ、でもヒロミさんすごい先に行っちゃってるような感じがする。そんなことないで、だって映画化してるんだもん。あ、まあそうか。このやり取り永遠に見られます。ありがとうございます。
はい、皆さん、劇場版夏へのトンネルさよならの出口は9月9日公開予定。キービジュアルクリアファイル付きムビチケカードも好評発売中です。ということで以上企画コーナーでした。はい、さてそろそろ時間となってしまいましたが、番組恒例でゲストの方から視聴者の皆さんへプレゼントをお願いしているんですけれども、こちらいただけたりはしますか。します。ありがとうございます。なんとですね、ひろぶ先生からはサイン入り書店用ポスター、八目先生からはサイン入りカバーいろこ、そしてお二人からはサイン入りオリジナル、色紙をいただきました。ありがとうございます。こちら、じゃあ先生方にお願いしてもいいですか。ありがとうございます。こちらになります。めちゃくちゃ豪華です。うん、ありがとうございます。こちらは応募に必要なキーワードと応募方法は番組の最後に発表します。ので最後までお見逃しなく。本日は先生方いかがだったでしょうか。ありがとうございます、持っていただいて。僕と八目さんの色紙ってめっちゃレアだよ。おー、そうなんですか。あまりかかりない、初じゃない、この組み合わせで色紙。そうですね、普通はなんか作家さんとイラストレーターとかですけど、うんうん、確かに同じ同期の本にサインした時ぐらいで、あ、角上さんの本にみんなでサインした時、寄せ書きみたいな。あー、なるほど。じゃあめちゃくちゃレアじゃないですか、この色紙。お、皆さん絶対ゲットしてください。はい、ということで、ぜひ先生方、読者の方々にメッセージを一言ずつお願いできますでしょうか。はい、今日はご覧いただきありがとうございました。千歳くん学ぶネミンの中の7巻、本日発売しましたので、ぜひ読んでいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、今日は見てくれてありがとうございました。あの琥珀の秋0秒の旅が今日発売で、来月9月9日に映画が上映されるので、ちょっとそれも楽しみにしていただけたらなと思います。はい、お願いします。ありがとうございます。先生たちは引き続き、ふつおたコーナーにも出演いただけるということなので、ぜひふつおたコーナーもよろしくお願いします。はい、ということで、以上本日のスペシャルでした。ありがとうございました。